ユーボート XY 型。ユーボート XY 型は、第二次世界大戦中に、ドイツが開発した、特殊潜航艇である。これは、X ビアへ、ヒト、ヘクト及び X ビブゼーフンと、シーフンとの二つの環球に細分化される。ドイツ語で、人はカワカマスを意味した。またゼーフンとはアザラシを意味する。二名の搭乗員により操縦されるこれらの、 特殊戦工程は1944年に設計された。ドイツ海軍は戦争集結間際の数ヶ月間この兵器を運用し、9隻の商船を沈め、さらに3隻を損傷させた。損害は35隻であり、大半の原因は悪天候によると考えられている。税分との始まりは2隻のイギリスの X 級潜水艦である HMSX6 び、 HMSX7 のサルベージから始まった。これらの帝は、ドイツ軍戦艦、ティルピッツの撃沈を目指したソース作戦中に、沈していた。この後、ドイツ軍の機関、ハプトアムとクリーゲスシフバは、イギリスの戦艦艇を調査した結果に基づいて、二人乗りの戦艦艇の設計を開始し、これは X ビア型の形式が与えられ、カワカマスの意であるエヒトと名付けられた。え、ヒトは、 モルヒの設計を受け継いで作られたものの、運用実績が思わしくなく53隻の建造で、終了しているのに、対、税ンとは285隻が建造された。両者は共に、魚雷発射管を持たず2つの魚雷を、先行程の下部に懸水する方式であった。また、機関についてはエヒトが、魚雷の推進機関を流用したのに対し、税ンとは、トラックのものを流用した。 ディーゼルエンジンを搭載していた。X 級潜水艦のように、X 部屋型は爆発物を携行し、敵艦艇の下部に設置するよう設計された。しかしこの艇は著しく小型に作られ、X 級潜水艦とは相当な差異があった。この艇は、ディーゼルと電動を複合した、推進方式を採用せず、代わりとして全面的に12馬力のアイグ射精。 魚雷用モーターによる電力駆動に頼った。これは先行して用いられるという前提から、ディーゼルエンジンの必要がないとされたことによる。しかし、こうしたことは4ノットで69回りという非常に短い航続距離を生む結果となった。この定には、対戦網、または類似の障害を浸透可能とする必要性があることから、水中翼、または火事なしで設計され、 この手のトリムは、体圧角内の重量物を調整することで、規制された。実際には、重量物を十分に早く移動させられないことから、この装備は全く役に立たず、水中翼と火事が後に装備された。エヒトの先行中の操舵能力は、バラストタンクを装備しないことから、貧弱なまであった。エヒトは爆発物を携行するよう設計されていた、ものの、 カール・デイニッツは魚雷を装備できるよう主張した。これは沿岸海域の船に攻撃ができるようにするものだった。外見上、え、人はイギリスのウェルマン潜水艇に似ていた。分離可能な爆発物が潜水艇の先端に取り付けられ、全部区画にはバッテリーとジャイロコンパスが取り付けられた。これはドイツの特殊潜航艇の装備としては初めてで、 艇が先行して操縦されるならば、後方のために不可欠と考えられていた。この後方は操縦区画であり、二名用の座席が設けられた。座席配置は中央線上の前列に機関士の席を置き、彼の後に指揮官席が置かれた。指揮官の後方用途として、潜望鏡と透明なアクリル製ドームが設けられた。1944年1月18日、 デーニッツは新規の設計案をアドルフ・ヒトラーと協議し、彼は賛成を表した。3月9日、試作艇の製造のために、キールに所在するゲルマニア・ベルフトと契約がなされた。3月28日には52隻の先行艇用のものとして、さらなる契約が続けられた。53隻のヘヒトが1944年5月から8月の 間に製造された。最終的にはこのうち一隻も一戦での作戦に投入されず、代わりに税分との搭乗員を訓練することに用いられた。発注が出されたことから人の派生型が製造されていた。X ビブ型はディーゼルと電動の推進方法を持ち、より航続距離が伸び、日本の G7E 魚雷を携行した。 設計完了は1944年6月でありえ、人に類似していたが、洋上構想する際にしのげなみ性を良好にするため、艦隊の外形がよりボート形状に成形された。またタンクが据え付けられた。バッテリーが黄色部分に移されたことで、耐圧核内部に船出が増設された。外部へ出される2本の魚雷は、停体下部に装備された。 22馬力のディーゼルエンジン1機が水上構想のために設置され、水上での速力は5.5ノットを発揮した。また25馬力の電動モーターは、先行時に6.9ノットを発揮した。XY 型の最後の派生型は、XBIV 小型である。これは税粉ともしくは127型として、より知られている。税粉とは小型で隆起したプラットフォームを、 停滞中央部に備えた。この場所には空気吸入マスと磁気コンパス、潜望鏡と45メートルの深さに耐える透明なドームが取り付けられた。潜水艦は10メートル高の潜望鏡を備え、これには指揮艦用に浮上前に航空機を警戒して上空を偵察するためのレンズが内蔵された。 全奮闘を生産する最初の発注が1944年7月30日に契約された。設計の完了前に大部分の発注が行われ、船体番号が割り当てられたように、先航艇に対する期待は非常に高かった。総計船隻がゲルマニアベルフトとシヒャウベルケに発注され、それぞれ1ヶ月に25隻及び45隻を建造するものとされた。 税粉と生産に関わった他の施設はアドリア海に面する CRD モンファルコーネとウルムにあったクレークナ、フンボルトドイツである。しかしながらデイニッツは他の U ボートの生産を停滞させることになる税粉との製造に同意できなかった。また資源や労働力の不足、輸送の問題、資源配分の優先権争いなどが重なり税粉との生産数を低下させた。 最終的に税ンとの生産は、ゲルマニアベルフトが担当し、すでにトンテワン型 U ボート及び x 水型 U ボートを製造する必要なくなった、キールの施設が使用された。総計で285隻の税ンとが建造され、U-5,501 から U-6,442 の範囲で、ナンバーが割り振られた。ヘヒトは、能力上の問題から、 教育訓練に使用されたのに対して、ゼーフントは312系戦隊に配属され1945年、初頭より実戦に投入され、1月1日に武装とロール戦を撃沈することでデビューを果たした。連合軍側の見解では、小型だったゼーフントをアスディックを用いて探知するのは、ほぼ不可能となり、水中を低速で先行した場合はによる探知からも自由だった。 ポーツマス司令長官の任にあったさ、チャールズ・リトル提督は、我々にとり幸運なことに、この六でもない代物は、何かしらの損害を与えるには戦場への投入が気に、過ぎたとした。税墳とは、主にドイツの海岸及びイギリス海峡に投入され、後天の海面で攻撃ができたが、先行しての攻撃のためほぼ動く必要はなかった。 1945年1月から4月までに、税分とは142回の出撃を実施し、合計8隻、17,301トンを撃沈した。また損傷を3隻に与え、この総計は18,384トンである。不確実なものを含めるとその戦果はおよそ9万トンから12万トン近くになり、その中には7,000トンの大型貨物船や自由。 フランスに供与されたハント3級駆逐艦、ラ・コンバタントも含まれる。35隻の税奮とが任務中に失われた。最後の税奮との任務は1945年4月28日及び5月2日に行われた。これら2度の特別な作戦は、ダンケル力に孤立したドイツの基地に食料を補給するもので、先行艇は通常の魚雷の代わりに、 食料を品の特殊格納容器を携行した。これはバター魚雷と呼ばれ、袋ではダンケルク中東軍からの郵便物を詰めて運ぶのに用いられた。フランス海軍はダンケルクに放置されていた税墳と4隻を接取し、自国海軍に編入。これらを S621、S622、S623、S624 として収益させた。 S622 は保管され、ブレストの国立海軍博物館で展示されている。税奮とは1952年から54年の間に順次除籍されたが、それまでの間にフランス海軍に貴重な各種データを提供した。アメリカのマサチューセッツ州クインシーには、マサチューセッツ軍事研究センターが置かれている。このセンターの一角に海洋造船博物館があり、 ここに U-5075 が展示されている。しばしばこの博物館の船を用いてアマチュア無線のイベントが開かれ、識別信号 WW2 万が用いられる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。